面南ドイツ新聞は、ドイツミューン編にン本社を置く南ドイツ新聞社が発行する日刊新聞である。論調は、左派、リベラル。第二次世界大戦の終戦から5ヶ月後、1945年10月6日に、バイエルンに駐留していたアメリカ軍から発行許可を得た最初の新聞である。同日夜に最初の記事が発行された。主に、 バイエルン州を中心に読まれているが、ドイツ全土で買うことができ、また、ドイツ国外でも販売されていることがある。発行部数は、ドイツ国内最大の約38万部で、ドイツを代表する新聞の一つである。月曜版では、ニューヨークタイムズの記事を掲載している。フランスのルモンドやイギリスのガーディアンとの国際共同取材も行っており、 ドイツ国内外の賞を多数受賞している。2001年には同志のドイツ国内の記者が別冊付録冊新、南ドイツ新聞マガジンが交代し、なる人新のオブジョクする記事を掲載し、外務省より抗議を受けた。南ドイツ新聞東京市局長は陳謝し、南ドイツ新聞の編集会議でも本件が取り上げられて悪ふざけもいいところだ。 南ドイツ新聞の品位を汚すものだとして求断する声が相次ぎ、あまりに記事がひどいとして謝罪をした。2016年4月にはスクープとしてパナマの法律事務所から流出したタックスヘイブンを利用して各国指導者や富裕層らが脱税や資金洗浄を行っている証拠になるとするパナマ文書を入手し、これを報じた。ドイツのテレビ局との共同取材で アイソルの内部文章を暴いた。ありがとうございます。